皆さんこんにちは。昼帯司会者でおなじみの恵俊明さん、息子が事故死した真相、芸能界引退と言われる理由、共演 NG や収入例になる現在といったさまざまな謎について紹介します。まずは恵俊明の経歴とプロフィールから紹介します。恵俊明は日本のお笑いタレント、司会者、俳優、スポーツ科学者、学位は修士、お笑いコンビ本邪魔家のツッコミ担当、相方は石塚秀彦、鹿児島県鹿児島市出身、渡辺エンターテインメント所属、鹿児島大学教育学部附属小学校、鹿児島市立江南中学校、鹿児島県立江南高等学校卒業、大学入試三浪後に東邦学園専門学校に就職。1986年、当時渡辺プロダクションが立ち上げた若手お笑いタレントグループビッグサースデーのオーディションに合格し芸能界に入る。1988年6月4日、インクスティック芝浦ファクトリーにて11人体制で本邪魔家初ライブビッグサースデー本邪魔家ボル1を開催する。1989年、本邪魔家のメンバーが次々と脱退していく中で唯一残った石塚秀彦と改めてコンビを結成し再デビューを果たす。なお脱退メンバーの中にはアトニエの妻となる松本美希がいた。元踊り時は小デブとして売り出しており、相方の石塚と区別がつかないほどだった。しかし友人の岸谷五郎に太っていることをけなされるなどの理由から20時以降は何も食べないなどしてダイエットをした結果20キロの減量に成功。それ以来は痩せている方と言われるようになった。相方の石塚はこのことについて、めぐちゃんが食べなくなったのでその分自分が食べて余計に太ったなどとネタで話すことがある。岸谷五郎がパーソナリティを務める TBS ラジオ岸谷五郎の東京ラジオクラブではリスナーから絶大な支持を集めた。今や若者言葉として定着したていうか、ぶっちゃけ、正直などを使い始めた先駆けである。その当時からめぐみ個人でのソロ活動はしていたが、1998年にフジテレビロケットパンチミュージックデリバリーで司会を担当したのを皮切りにソロでの司会業が増えていった。現在は TBS テレビ制作番組への出演が多く、特に2009年3月からは同系列局で平日に生放送の情報ワイドショー番組昼帯の総合司会を八代英輝と共に務めている。その他に俳優としても活動しており、毛利元就やサラリーマン金太郎シリーズなどに出演している。2022年4月、昼帯の不定期コメンテーター原進からの勧めで早稲田大学大学院スポーツ科学研究科に入学した。2023年3月26日、早稲田大学大学院スポーツ科学研究科を修了。研究テーマは情報番組がスポーツを伝える役割であった。父の江友は大島紬の工場を経営していた職人で、白く染める泥染めの白めぐみ泥で特許を取得している。母は京都府京都市出身。三男一女の父親、妻は11人体制時代のコントユニット本邪魔家のメンバーであった松本美希。趣味はパソコン。本邪魔家ライブのポスターを自分でデザインしたこともある。その他には映画鑑賞、音楽鑑賞、ゴルフ、ビリヤードなどを趣味に持つ。昼帯のホームページのマイブームの欄にゴルフクラブを眺めること、ゴルフクラブの角度調整をすることと書いていたこともあり、2017年にはチャリティーゴルフ大会ザ・レジェンドチャリティプロアマトーナメントの著名人の部で優勝した長渕剛、三浦春馬のファン。2001年頃からメジャーリーグに強い関心を持っている。情報番組で総合司会業を行うことから、前日どれだけ多忙でも毎朝5時に起床し各局の情報番組をチェックするほか、移動中もほぼ全ての新聞に目を通している。 TBS の昼帯開始時、島田紳助から再開の球団の監督をやるんやから勝てるわけはない、 FA で誰かを取ってこられるわけでもないし、少なくとも1年やれば視聴率を取ることの難しさや負けることを勉強できる、やるだけやってみればええとの助言をもらった同期にあたる爆笑問題の太田光からは、嫌いつまらないとネタにされている。自身は太田をそれほどは嫌っておらず、
醍醐北川景子夫妻の結婚式で偶然居合わせてヤジを飛ばされた際も普通に受け答えをしている。だが絵の所属事務所である渡辺エンターテインメントは太田を警戒している様子で、太田は事務所スタッフから注意を受けたりしている。本邪魔化結成前には TBS 加トちゃんケンちゃんご機嫌テレビの名物コーナー面白ビデオコーナーで前説を務めていた。2020年に志村けんが死去した際には前説で受けたら本番前なのにステージに出てきてくれました。それが嬉しくて志村けんという日本の喜劇の星とたとえ前説でもいいから絡みたくて頑張りました。もっともっとご一緒したかったとコメントを発表した。2021年4月28日、東京2020オリンピック聖火リレーにて鹿児島県の最終聖火ランナーに選ばれ、緊急事態宣言下の東京から移動しゴール地点の指宿市営陸上競技場で聖火皿への点火を担った。また恵美敏明の子供が交通事故に遭ったという噂があるようです。しかしそのようなことはないようです。そのことについて記載されたものがありましたのでご紹介します。交通事故って A さんのお子さんが交通事故に遭われたという事実はありませんでした。A さんは子供への愛が尋常ではないらしく、一日に何回もキスをするんだそうです。そのため子供に嫌われているのだとか、思春期だから仕方がないですね。どこから出た話なのかその方が気になります。もしかしたら誰かの勘違いか。恵美敏明が芸能界を引退する真相については本人からの明確な説明はありません。引退の理由や背景には様々な憶測が飛び交っていますが、公式な情報は得られていません。恵美敏明の今後の動向についてはファンの関心が高まっているものの、本人の意向が伝えられていないのが現状です。恵美敏明の収入が例になる実態については詳細な情報は公開されていません。経済的な状況や収入の減少理由などについては本人や関係者からの説明がなされていないのが現状です。恵美敏明の収入状況に関する正確な情報は今のところ得られていません。2024年9月24日放送の昼帯が最低だったと、番組視聴中に途中離脱した視聴者が続出したという。豪雨被害に遭った石川県の被災者女性が番組取材に応じ、浸水で崩壊した自宅までレポーターを案内してくれた際、何を血迷ったのか、スタジオの MC 恵美敏明が地震と豪雨被害はどちらが大変ですかと尋ねたといい、これには視聴者がびっくり、すかさず最低の人間こういう人間が安全地帯から司会をするクソ番組など怒号の嵐になってしまったとのこと。週刊誌記者は世間の声に同調しながら取材を受けた主婦のうつろな目が印象的で、見ていて言葉にならなかったですね。それを見ていなかったのか。よくぞその場面で地震災害と豪雨災害の比較を聞けるものだと神経を疑ったのは同じです。何を聞くべきかわからなかったのかもしれません。ですが事前にどういった人に取材をするかは聞いていたはずだとしたら司会者失格ですと語る。またこの日の絵の無礼はこれだけではなかったようで、番組中盤からはいつものように大谷翔平祭り上げタイム。この日は日本時間で明日の25日から行われるパドレスとのナ・リーグ西地区の首位攻防3連戦がピックアップされ、出演者たちは大谷が使ったヒリヒリする9月を連呼し、大谷所属のドジャースがマジック4で2位のパドレスに2勝すれば優勝だと盛り上げたという。しかし相手のパドレスには WBC 日本代表のメンバーであるダルビッシュと松井裕樹が所属。そしてもしもドジャース相手に3連勝すれば首位逆転となり、パドレスに優勝マジックがつくことに、日本の野球ファンとしてはどちらを応援していいのかと頭を抱える組み合わせなのだが、番組 MC の絵はダルビッシュや松井の名前などさらっと紹介するだけで、ドジャースがスイープしたら困る、2勝すれば優勝、1勝で終わってもマジックが2となり、その後のロッキーズ戦は勝てますよねとコメンテーターらに念押しし、とにかく大谷が優勝しないと困るというムードを煽り立てていたと朝ゲイプラスが報じている。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。
ではまた次回でお会いしましょう。